皆さんこんにちは、ザ・ギャラリーの小原です。恒例の、ギャラリー展示会紹介をしていきたいと思います。今日吉岡正人&外食指定展ということで、昨日から開催しております。では1点1点、紹介していきたいと思います。よろしくです。まずは外食の、天ぷら油彩混合技法という形で、いろいろ皆さんに習っていただいておりまして、こんな感じでですね、これ私のですね、これ金箔使ってとかね、そういったのも主にね、最初1回目の講座では模写を中心にやりました。あ、とやってると、山品さんが、山品さん外塾生のちょっとこうピーッと出てまして、ちなみにですね、ちょっと飛ばそうかな。山品、後でいいや。ああ、これがちょうど山品さんの、模写作品ですね。で、こちらが本田さんと、こんな感じでもう超皆さん、バッチリな感じでやっております、ね。ここから吉岡正人先生の、作品なんですけれども、こんな感じで、本作タブローの吉岡先生の作品を、展示しております。これが画塾中に最初に書いていただいて、みんなの目の前で実演でやっていただいたもので、そんなわけで実演作品ということで、ちょっと数十より目の、ね、これでも安くしてもらってます。2期の理事をしている吉岡先生で、文化庁の在外研修院でもあったんですよね。ローマに行ってまして、いろいろイタリアの芸術を学んでこられた方ですね。これもこの前実演で授業で書いていただいたやつで F4 号なんですけども、ったことになってますね。で、今回いろんなデッサンとかね、そういったのも、出していただいてます。すごく盛りだくさんで、ちなみにクロッキー会の時にもうわずかな時間でババーっともう神業的に書いていただいて、これ一応モデル妻なんですけど、書いていただいたりもしておりまして、こんな感じになっております。こちらですね。で、ちょっと次の部屋も紹介していきたいと思います。で、こちらにさっきちらっと見れました山品さんの作品ですね。なんか可愛いゴージャスな感じで、こっち側もなんかこう素敵なこう祈りというテーマ。2回目の講座ではね、自由課題でいろいろ絵画クリニックをこうした方がやらした方がいいってアドバイスをいただきながら、みんなね絵画を作ってきました。これが赤畑さんの作品ですね。本屋さんの作品といった感じで、2部屋使って、これ山崎さんのね、模写の方と自由作品の方と、でここでもう一つまた私の作品ということで、あとこちら本田葵さん、葵さんの作品がこういう風になってます。で、こんな風にもう盛りだくさんにいろいろ作品が揃っております。で、来週の、火曜日、普段は、12時から8時なんですけど、最終日だけちょっと、5時終了とさせていただきますので、こういう日程になっております。よろしくお願いします。